では始まりました。まあ、ジさんチャンネルです。今回はですね、対私がどうやって世界史の勉強したのっていうのを話していこうかなと思いますね。メインチャンネルの方でね、えー、結構世界史については話してないか。すごく苦手だったっていうのは話してると思うんですけども、最初ね、ほんと苦手で、なんとかなると思ってたんですよ。もうもともと中学校の時に社会がめちゃくちゃ苦手でした。まあ、学級崩壊。 みたいな感じで、中2の時とかねすごいまあその中ですごい一番うるさかったやつなんでごめんなさいって感じなんですがで授業中すごくうるさかった <laughs> でそうそうそう中2の時だけあのクラスのうるさい人でしたから <laughs> でその時から、まあ、ずっと社会は苦手でその中2の時は歴史だったんでだから歴,歴史が苦手でした。 1> まあチリ中1の時の地理もそんな得意じゃなかったんですけど中3の時の公民はねなんかねむずくなかった。 なんかすんなりできたんですよね。えでも入試の時はもうやばいと歴史地理できなきゃいけないって言って一生懸命勉強してね、それで高校入試は突破したんで、それとね、同じ感覚でいたんですよね。なんか、あやりゃいいんじゃないのですね。でも,もうこんなんさ、暗記は自分は得意だから暗記さえできちゃえばそれでいいんだって思ったら大間違いだったんですよね。あちなみに、なんで世界史だったのか。 ね、日本史じゃなくて日本史か世界史かどっちにするんだって言った時に、まあ、僕その世界史と倫理ね両方やってて、まあ、世界史と倫理の方が被る部分が多いから、まあ、ちょうどいいんじゃないかなっていうすごい安易な理由。なんて安いな理由だって。 思いましたけど、まあ、まあまあ当然ねあの日本史と倫理も被るところちょっとあるんですけど世界史と倫理の方が被る方が多いのでそんな理由で世界史をやったんですけどまあ高校のね世界史の先生の授業とかも、まあ、みんな寝てる感じですごいつまんないそれなのにねなんだっけなのにあれだったんだよねだだったんだよね全部ね嫌だったなそう全書き、えー、選択とかない全部名前とかをこう用語を埋めるっていう。 そういうね。手書きだった。しかも先生の <laughs>。それです。ごい嫌だったんですけど、まあ世界史がどんどん辛くなってった。それ全然ダメでで浪人して最初の模試とかあって全然わかんないから、もう体質わからんし、もう解けない。もう見るのも嫌っていう感じで出てっちゃった,ったわけです。でまあ、そこで初めてこの予備校の授業を受けるわけですね。まあ、佐藤幸雄先生とね。上澄先生という。 有名なヨゼミのね先生の授業を受けてああ面白いってですね思えるようになったんですけどただねそう面白いと思えるだけでバンバン頭に入るかっていうとそうでもなかったやっぱりつらかった当然覚えなきゃいけない用語はボンとたくさんあったんでなかなかね覚えられないとつらかったですよ典型的なダメ生徒だったんでもういろんな参考書に手を出すみたいなもうほんといろんな参考書をやったね世界史のもう覚えてないぐらい。 でまあ、その中でも良かったのは、えー、と Z 界の一問一答とそう佐藤幸雄先生が「一問一答はやんなきゃいけない」って言っててそう分かると通詞が分かってそれで生後が解けるようになるとかいろいろあるけど一問一答はできなきゃいけないと。ね、でまあ本当はね幸雄先生のその一問一答を買うべきなんでしょうけど進めてるそれで江さんの時から持ってたその Z 界のでやったわけです。まあ戦後 ゆきお先生のカッターねでやったんですけどまあ確かにその通りだったまずそもそも用語パッパッパッと出てくるようにならないと立ち,打ちできなかったねであとは「決める世界史」とかねあれもよかったね「決めるセンター世界史」あれもとても分かりやすかったね用語が少ないからほら早稲田とか慶応と戦うさ世界史を覚えなきゃいけなかったからつらかったわけですよで,で次に暴挙に出たのがあの書き込み 山川の書き込み、世界史の書き込みのやつやって全部わかんないところで全部赤で書いてそれテスト形式にしてだこれ中学校の時そうやってやったからそれでいけんじゃないかと思ったんですけど、ね、そもそもその赤で書き込んでいくだけに莫大な時間がかかってこれ無駄だなと思って書き込む知らない単語が多すぎるからテスト形式にする前にそう書き込めんとそもそもね。<laughs> 書き込む時間が無駄であるってことに気づいた。そうだからやっぱり一問一答かな、最初は。やっぱり一問一答がでかかったなと思いますね。一問一答でまずはパッと出るようになって単語を覚えて、でその単語からこのさ,さまざまなね因果関係をつなげるとかっていうのを覚えてった。まあ後々聞いたらね、その単語を覚える時も工夫した方が良かったんだよね。そのあるのアメリカで一瞬留学してた日本人の人がいるんだけど、その人の いとこがもう完全なバイリンガルだったんですけどその人が言ってたのは「世界史のやつはちゃんとアルファベットを覚えなきゃいかん」と言ってた名前そしたらね、えー、いろんなものがつながるんだって言ってたカルロスチャールズシャルルとかメアリーとマリーとかねそういう実はアルファベットで見ればつながりがさっさと分かるものっていっぱいあるんだよって聞いて「おー知らんかった」ってなりましたけど「あ名前も覚えるとき工夫があったんだ」と思ってねそういうのも。 あるんですよねでで。だから未だにその単語だけ覚えてるんだよねそうやっぱ点を作ってからそれを線にしてそれぞれのね事項を覚えていくっていうのはやっぱ基本なんだなって思いましたまあ、だから英単語の語源とかもそうですよねまずいくつか単語を知らなければこの単語とこの単語は仲間なんだってつながんないじゃないですかだから点を作ってからつなげるっていうのをやりましただだから未だにさ、 トライアヌスハドリアヌスアントニヌスピウスマルクスアウレリウスアントニヌスとかって出てくるけど何したみたみいなのにわけけですよそ用語だけは頭の中に残ってるなんかとにかくトライアヌス帝の時に最大領地がよく問われる、ね、ハドリアヌスの,あの壁が有名だからこっちが引っ掛けだとかっていうのはまあ多少記憶にありますけどまず点を作ってから覚える。中東戦争年、56年 えー、67年73年とかですかそういうのを覚えたりとかそう書かされるので長いのやつがマルクサ・レル・エス・アントニルス・ヴィットリオ・エマヌエーレ2世、えー、とムハンマド・イブン・アブドゥル・バ・ハーブムハンマド・イブンアブアゥル・バ・ハーブは早稲田で書きに出るから覚えなきゃいけないみたいなねそうこういう無駄に長いのが覚えてる。 で、そしてね、なんといっても一番良かったのが、青木先生のカセットで学ぶ世界史ですね。音声でやるやつですね。これが最も良かった。自分を変えてくれましたね。すごい良かった理由としては、カセットで、どうやってやるのかわかんなかったんですよ、最初。カセットで授業をするのかなと思って、まあ買ったわけですよ。とりあえず全カセット。で、ただまあ授業自体はさ、この予備校で受けてるし、 うん、どんなになるんだろうなと思ってたらですねそしたら一問一答だったんですよ確かにまあ一問一答こう赤シートで隠しながらやってたからいろいろと用語は覚えてはいたんですけどやっぱパパパパッパッッパ出せないといとうのがあったんですねそれがカセットテープでですねまあカセットって今ないからみんなわかんのかな、まあ、CD みたいなもんだと思ってくださいで音声でやるからこう青木先生が何とか,かんとかしましたさあ何でしょう 「高校、ね、こ,こ,こうしました」「さあ誰でしょう」とかですね「高校したのは何年でしょう」とかですね全部こう質問で投げかけてくれるわけですよ。ですねそで結構自分はそのあと英語とか英単語ですねこう覚えらんない時とか音で覚えるようにしたんですよ。それはこの青木先生のこの、ね、参考書の影響なんですけどあ結構覚えられないものも 音で聞くと覚えられるようになるんだなっていうのが分かったわけです。あ、だ,だから英単語でスペルわかんないけど音だけ知ってるっていうのがあるのそうなんです。英検一級の時に音で覚えたやつって結構あるので、それが良かったんですよね。でそのカセットを寝る前に必ず聞いてたんですよ。もうこれ毎日の習慣です。もうずっとそれ流してこう聞きながらこうね寝てっていうか寝る前にこう目をつぶりながらずっとその音で何でしょうって言われてあ。 ヴィトリオエマネエレーニセとかですねこう頭の中で答えるわけですねあストア派だからゼノンとかだから今でもいろんな単語自体は覚えてますね相当難しいレベルの単語も内容その人が何をしたかとか <laughs> あんまり覚えてなくてもパッパ,パッパって出てくるのはそれですねまあすごくよく出たんですよ本当に入試直前期もそれに助けられたもうスランプで全然ね 手につかない、勉強が手につかないよっていう時もそれだけは聞いてることができたし、まあ、ある意味こうやって受動的にやってるだけでいいんで,でそれでいてあ,あこれだあ,あこれだっていうのは、まあ、ある意味能動的でもあるわけですよ。そういうい感じで寝る前に必ずやってね。 そしたら見事にやっぱ前日にやってたのも出てきたし、ね、2日前に聞いてたところも出てきたりして「ああありがとう」みたいな感じでね「青木先生ありがとう」っていう感じでねあれは良かった今はどうなんですかね、まあ、多分 CD とか MP3 で音声付きのやつって世界史も日本史もありますよねやっぱり音っていうのは使えるなっていうのはね未だにあるので皆さんはねどうやって勉強したんですかね だからもう一回勉強するとしたら、その点はできてるから、単語単語を覚えてるまあ、日本史もだから通訳案内士の時に勉強してるんで単語は覚えてますよ。なんで多分内容っていうのはこうパッパッパッと繋がっていくと思うんですね。そうだから、やっぱ点を作るっていうのがとっても大事だと思いました。そう、世界史にしても英語にしてもまず。 点を作る、そう一問一答単語帳ねこれって大事なんだなっていうのをそれをすごく実感しましたでそれができてからもうバン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 問題解いた過去問バン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 解いてって整合が解けるようになったんでで8割以上取れたんで86だったっけえー、取れたんでねで総計レベルまで上げましたからねすごい難しい問題もいっぱい解いてっただいぶねマニアックなとこまでやりましたねでもう一回ね、えー、機会があったら世界史を学び直したいなと。 思っていますが、そうです。まず点を作って、そこから広がっていくっていう感じでやりました。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.